こんばんは、日常。本日は、ちょっと、ここに見えてますけど、こちらと、なんと覚えときゃね、山下の鶏ガラ煮干し醤油ストレートたっぷりのそうめんを食べたいと思います。なんかこれ、ラーメンみたいな味わい方ができるおつゆそうめんつゆっていう、なんか、なんでしょうね、ラーメンなの？そうめんどっちなの？っていうような商品なんですけど、こちらのそうめんにかけて食べていきたいと思います。で、自分は、てっきり、めちゃくちゃ水で薄めて食べますよ。もちろん、中にはそのまま食べるやつもありますけど、で、これも多分薄めるだろうなと思ってたら、そのままいけるやつでした。なので、今日は、もう量的にこれ全部使わないと足りないんですよね。だから、もう、いっちゃいまーす。てか、そうめんこんなに茹でるなよなって、ちゅう気もせんでもないですが、こんなにたっぷりのめんつゆかけてるの、多分、自分に生きてきた中で初めてですわ。というより、今後、ないかもってわけではないんですね。実はこれあと2種類あるので、あと2回ぐらいしかないと思います。それでも多くはないとは思いますけどね。では早速トクトクと注いで、いい香りがしてきました。そうめんちゃんと茹で上がってるかな、そこも心配なんですけど、まあつるつると食べていきますね。ではいただきます。つるつるっとすすっていける、心地よい味わいと喉越しのそうめんですね。一方で、おつゆの方はと言いますと、かなりさっぱりとした味付けになっていて、なんて言ったらいいんだろうな。ラーメンとはも、確かにそう言われればそんな気もします。うん。ああ、でも、にゅうめんとはまた違う。さらにスルスルと吸っていけるんだけど、少し歯ごたえもあるので、煮込む乳麺とはまた違うラーメンのような味わいができるそうめんという、なんとも面白い商品だなと思います。ただそうめんの量結構あるなぁ、まあ、こんなにそうめん一気に食べることは基本的にないんですけど、だけどスルスルっとすすれるのは本当に心地よかったです。味の詳細はこの後。ごちそうさまでした。煮干しつゆの醤油ストレートだしは、全体的にさっぱりとした味わいで、あっさりとした味わいのあるそうめんとよく合っていました。だけど、やっぱりそうめんいっぱい食べると結構お腹に溜まります。なので、ちょっと下がりまって、薄めるタイプで何回も使えるんだったら、こちらに書いてある、冷麦、うどん、中華麺でも美味しいといろいろ試してみたかったのですが、これ、そうじゃないタイプだからなぁ。あと、開封して3日以内にお召し上がりくださいって言われても、3日も冷や麺いっぱいずっと食べるって結構強い気がするんですね。なので今回一度に使いましたが、あっさりした煮干しの旨味がしっかりとそうめんに染み込んでいく美味しい麺つゆになっていますので、あなたもこの夏食べてみませんか？それでは、今日食べた山下のラーメン風そうめんつゆ煮干し醤油は本当にあっさりとした味わいで、食欲がない夏にもぴったり食べられそうだなと思ったので、4点とさせていただきます。それではひまわりの約束するかな、この夏は一体何の約束をしたんでしょう。そんな歌ありましたよね。今年の夏はもっといろんなそうめんを食べてみたいというのが私と夏がする約束でした。いや、約束ではないか。というわけで本日は山下のラーメン風そうめんつゆ煮干し醤油を食べてみた動画でしたが、あなたは私の動画を見てそうめんを食べたいと思ってくれましたか？もし思ってくれたのであればぜひ食べてみてください。そして他の動画も見ていただきたり、評価、チャンネル登録、コメントをいただけるととても嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。